はい。吉田隆の教え方チャンネルですえ。今日は5年生の国語、銀色の裏地についてお話をします。はい。えー、それでは教材研究です。えー、まず、設定の確認からいってみたいと思います、えー。場所ですけども、移動してますよね。児童館から始まって、自宅に行って、学校に行って、プレイパークということですよね。季節は春と。まあ、おそらく4月だと思いますね。えー、登場人物は主人公のリオ。 そして、キエさん、アカネさん、そしてリオのお母さんですね、えー、それから高橋さんと土田君と上野君ということになります。はいえー、次、エピソードなんですけどもね、まああのー、心,情をね心情の変化を理解させるというのはここの狙いなので、本来ならばですね、この話、えーえー、何々と リオ、ね、に焦点を当てた要約が一番望ましいとは思うんですけども5時間しか授業時間ありませんし、えー、おそらくそういうね、えー、事件ごとに話をこう短くまとめるっていうのをやってない、ね、子どもたちもいるかと思いますのでまずはですねそれぞれの意味段落大きく4つに分けられますので意味段落を象徴する言葉を選んでそれを込み出しとすると。 こちらの方が取りり掛かかやすいいなという,ふうに思いましたね、まあ、こういった4つの小さな、ね、事件を通して、ですね、えー、エピソードを通して、ですねこのリオさんが変わっていくって話なんですけどもね、まあ、1だったらクラス替え、2は高橋さん、まあ、この高橋さんというのはリオさんを、ね、変えていく原動力になりますからね、えー、続いて給食の時間、こう給食の時間のしいたけでもいいかなという,ふうに思ってます、4はやはりね銀色の裏地かなという,ふうに思います。 はいえー、続いてクライマックス山場ですね、あのこのリオさんの、ね、考えがガラリと変わる部分ですよね、えー、これはですね私は、あの一番最後の銀色の裏地の部分の雲の裏側は銀色に輝いていると、このあたりじゃないかなと思うんですよね、その前に、えー、高橋さんがいろいろ話をしてくれて、えーまああの、だんだん変わってきていると思うんですけども、 えー、リオはそのことは聞かずに黙って曇り空を見上げ続けたと、あの熱い雲の向こうに太陽ある、だから今も雲の裏側は銀色に輝いていると、このあたりじゃないかなと思うんですよね。まあ、あの実際に、ね、どこかっていうのは 細かいいいとところは確定できないと思いますけども教師側ののととしてて私はこの辺りかなという,ふうに思ってますもちろんもうちょっと前を選ぶということもあると思いますね。はいえー、それから主人公の見方考え方はどう変わったかと、まあ、当初ねクラス替えに不満だったのに、えーね、新しいクラスでもいいことはちゃんとあるというふうに変わったと、まあ、新しいクラスでもいいことあるとは書いてはいないんですけども、うん、あの話の筋から見るとこういうことになりますよね。 えー、その上で、ね、作品の主題は何かとこです、主題を、ね、追求するような話ではないとは思うんですけども、あえて言うならば、ね、前向きな気持ちを持つと、ね、今はね面白くないこと、不満なことがいっぱいあっても、ね、前向きな気持ちで、ね、歩いていくときっといいことがあるよと、こういうことを伝えたかったと、まあ、4月初めですので、ねえー、そういうメッセージを送りたかったんだというふうに、えーまあ、思っています。はい はい、えー。それでは実際の授業です。これ、最初の単元で5時間汗いですのでね、これ5時間以上は絶対かけたくないですよね。とにかくね、出足で余計な時間をかけると、本当にね、後が展開が辛くなりますのでね、えー、5時間で終わるんだという強い気持ちを持って授業を考えたときに、まず音読はしっかり入れいですね、国語の基本ですね。 次にですね、もちろん漢字練習も入れるんですけども、辞書を引く習慣高学年ならつけたいということで、こう見るんですけどもね、そんなに多くないですよね。私なら、そうですね、この裏字。裏字はぜひね、子供たちに引かしてみたいですね。それから絶好のね、チャンスという絶好。この2つぐらいは子供たちに引かせたいですよね。はい、えー、そして、えー、じゃあ読み取りはどうかと。読解はね、 漢字練習や音読力を入れるとせいぜい、ね、あって2時間かと思うんですよね。えー、その2時間を使ってやるというイメージで、まずね、話の代替を読む。取る。これはさっき言ったようにね、えー、意味段落に込み出しをつけるという活動で大体理解できると思いますね。その上でですね、ここはですね、この銀色の裏地の意味を考えるということに時間を割きたいですよね。これはもうちょっと後でお話しさせていただこうと思います。はい、それでは発問ですよね。 えー、季節はいつですか場所はどこですかこれは簡単にできると思いますね。えー、登場人物は誰ですかともしね、まだ登場人物の定義、子どもたちが知らないようならば、お話の中でね、えー、考えたり、あるいは話をしたりしている、こういったものを、ね、あの登場人物と言うんですよ、というふうに話をするといいと思いますね。えー、続いて、この話は4つの場面からできています。それぞれの話に込み出しをつけます。込み出しは本文中から選んだ言葉を使いますと言って、 1>, えー、1, の意味段1の意味段落はですね、教師は例示したいですよね。このクラス替えに不満を持ったというところから話が,、ね、話が始まってるよね。だから、もしここでね、あの選ぶんならクラス替えと、こういった言葉を選んで、これを込み出しにつけたいねと。でじゃあ、2の、ね、意味段落だったらみんなは何を選ぶというふうに持ってって、えー、まあ子どもたちに発表させてね、えー、まあ高橋さんがいいんじゃないというふうに教師側が、ね、言えばいいと思うんですが、もっとね、 えー、ピンとくるいいアイデアがあったらそれを採用してももちろんいいと思いますね。まあ、2個を超えて教師が例示しましたから3番目と4番目は子どもたちに任せてノートに書かしてそこには私が、ね、給食時間の銀色の裏地という形で例示はしたんですけどもね,あの子,供のね子どもたちの中が、ね、もっといいキーワードを抜いてきたときはそれを採用してもいいと思いますね。要はですねそのいい込み出しを見つけるというよりも込み出しを探すことを通してお話の代替を掴むということが重要です。 はいですからここにねあまり話し合いに時間をかけるのは意味がありませんのでパッパッと決めていけばいいかと思いますね。はい、えー、次にねいよいよ内容の読み取りですよね、えー。リオはクラス替えの何に不満でしたかとね自分だけ1人になったことですよね、えー。クラス替えに不満であったリオの気持ちが大きく変わったところはどこですか線を引きなさいと先ほど示した通りの場所ですよね。 はい、ですからね、高橋さんとの出会いというのが大事なんですよね。高橋さんの話を聞いて考えが変わっていくわけなんですよね、はいえーさ。さて、ここからですね、ここにちょっと力を入れたいなと思うんですよね。銀色の裏地ってなかなか難しい意味ですよね。銀色の同じ裏地と同じことを言っている部分が本部の中にたくさんあります。見つけて線を引きなさいと。 見つけさせてですよねまずね、一番簡単なのこの、えー、高橋さんのおじいさんの言葉がね、一番わかりやすいですね。困ったことがあっても、嫌なことがあっても、いいことはちゃんとあるんだって、と。ここですね。これは子供たちでもできると思いますね。えー、次ね、えー、これかなりの拡大解釈なんですが、私はですね、この1のね、えー、1の場面のね、えー、この、多分ね、えー ささんかさんかどっちかが言ってるとは思うんですけどもね、これからだってこうして遊べるよと、これもね、銀色の裏地だと思うんですよね。つまり、その、りうさんね、そんなにへこんでないで、これからだって会えるじゃないっていうのは、銀の裏地の考え方だと思うんですよね。それからですね、これは子供たちきっと気がつくと思うんですけども、お母さん。 茜ちゃんたちはあなたを励まそうとしていたんでしょ。いつまでもぐずぐずしないでさ。元気に投稿しなさい。ほら今日もいい天気。これもね銀の話だと思いますね。さらにこの給食時間にもあるんですよね。高橋さん、しいたけ、私も苦手ね。苦手だから嫌だって言わずにだから食べる時にこれはまだ食べたことのない。世界一美味しいものだって。想像して食べることにしてる。これまさに銀の話ですよね。 えー、それから、ですねそれを聞いた上の子、えー、今度嫌いなものが出たらやってみようと、これも私は銀の裏地だと思いますね。このあたり、どうでしょうね、子供を見つけてきますかね、えー、ねそういう思いを持って、こう私なら授業をやってみたいなというふうに思います。で最後は、ですね、えー、作者は何を伝えたかったのだと思いますかということで、ノートに、ね、考えを書かせて発表させて、授業を終わりたいというふうに思います。